では定刻になりましたので始めさせていただければと思っております。皆様、本日はお忙しい中ありがとうございます。本日司会進行を務めさせていただきます、KDDI 総合研究所の三浦と申します。よろしくお願いいたします。画面を共有させていただきます。こちらの画面見えておりますでしょうか。はい、見えてます。はい、ありがとうございます。本日、進学会モノグラフの説明会ということで、企画戦略室新しい出版物っぽくという形で、説明会をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まずはじめに、式次第です。説明会の、次第ですけれども、まずはじめに、企画戦略室の、必要であります。今井さんから2分くらい、趣旨説明をいただいた上で、石田先生にモノグラフ学科の思い、また、県政の方へのメッセージという形で、ご不問と頂戴いたしまして、大変こちらの、活動に、入力してくださいました村上先生から、モノグラフ発刊に関しての、感想ですとか、まだ苦労した点などについて語っていただきます。で、最後にですね、事務手続きと今後の、募集の方法に関してや、スケジュール、費用、発刊についての対応という形で、事務局の方から5分ほど説明をいただくような形になっております。では、すみません。はじめに、今室長から、趣旨説明の方をお願いいたします。はい、皆様、本日お忙しいところをご参加いただきましてありがとうございます。電子放送学科比較戦略室、今井と申します。よろしくお願いいたします。本日のこの回はですね、今ありましたが、電子放送学科のモノグラフの説明会ということで設定させていただきました。このモノグラフですね、実は私もですね、比較戦略室、この春から参画しておるのですけれども、そうですね、正直、よくわかっておりませんでした。皆様、これご存知ですかね。このモノグラフに関して、今、投影されているスライドに、簡単に説明が書いてあります。で、上からちょっとなぞっていきますが、これ英文のですね、オープンアクセスの出版物ということです。ここにですね、書いてある通り、その、進学会の会員の皆様のですね、優れた研究を、国内外にしっかりと発信していくということで、POC、企画戦略室の POC として今進めているものになります。で、これは、ある一件の論文というよりは、著者、の方がですね、複数の著者の方になると思うんですけれども、関わったものに関して、しっかりとですね、この2ポチ目にあるように背景から理念から、それから技術の話も含めて発信していくということで、細かい、メリットとか、もう少し深い背景に関しては、この後、石田先生からもお話しいただきますが、読者にとっても、著者にとってもメリットがあるようなものとして、活動になっています。で、実際に、下にありますように、2023年11月4日、ダッコと書いてありますけれども、第1号としまして、サービスコンピューティング検選、それから人工知能と知識処理検選、ここがですね、第1号としてのモノグラフを発刊したという実績もできておりまして、こういった取り組みに関して、県政の皆様にお伝えしてですね、次につながる、次に続くですね、この方を、にこう積極的に参画いただければと思っての会になりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、冒頭私からは以上です。ありがとうございました。では、秘書先生からぜひよろしくお願いいたします。はい、聞こえますでしょうか。はい、聞こえております。よろしくお願いします。前会長ぐらいになると思います。その頃ですね、企画戦略室で、いろんな新しい活動をしてみようと、提案をしてくださいということで、まあ、私の方で提案をさせていただいたものです。出版物、これまでにない出版物を作ろうと、ということなんですけども、まあ皆様ご承知のように、英文ジャーナルも、海外の出版物との競争で、まあ、大変苦しんでいるわけです。まあ、ですけども、日本にこういう学会があるということの意義というのは、我々が新しい出版物を出すことができると、その意義は非常に大きいと思っています。で、そこで提案したものなんですけども、まあ、最近若手の先生方っていうのはとても忙しくって、学生さんも育てないといけないと。で、赤で書いてあるところを読みますけども、多数の国際会議論文やジャーナル論文が出版されるわけなんですけども、大半は連名です。特に応用系の先生方そうです。で、代表的な論文ですら、
学生が出張者であったりして、一体この先生は何をされたんだろうっていうのが、まあ、実は出版リストから分かりにくいような状態の方がたくさんいらっしゃるわけです。非常に活動的な方ほどそういうことになっている気がします。私は先駆けの総括をやった時に、まあ、それを痛感しました。でも、まあ、そういう出版をしてますと、まあ、将来、まあ、国際的な、まあ、連携の中心人物になろうとした時には、やはりその本人が何をやったのかと、その代表的な著作というのがどうしても必要になると思っています。ですので、そういう出版ができないかというのがこれの動機です。次のページをお願いします。モノグラフって何かということなんですけども、さっき少し説明いただきましたけども、まあ、ヨーロッパだとハビリテーションシーセスっていうのがあるんですけども、これは第二のドクター論文と言われています。まあ、ドクター論文っていうのは指導教官の助力を得てまとめるわけですが、ドクターを取ってから、まあ、7、8年、テニアトラックですね、ちょうどそれが終わった頃に、まあ、本当に自分が中心になって、あるいは学生さんを指導してやってきた研究を総まとめにします。で、それをハビリテーションティーセスというわけですけども、で、それが、受理されて初めてテニアになれると。まあ、これはそんなことやってたらもう大変で競争に勝てないよという意見はありつつ、まあ、ドイツやフランスでまだ続いているところが多いと思います。で、それに相当します。ですから、原著論文ではなくて、まあ、あちこちに、まあ、ある言い方悪いですけど、書き散らかしてしまった研究を、その中心になってお考えいただいた先生がまとめて、執筆するといったようなものです。で、本という形になったのは、これは少しテクニカルです。本来ならば、電子通信学会の中でどんどん出版できたらいいんですけども、なかなか新しい出版物を作るのは難しくて、まあ、POC が必要であるということで、まあ、その実現形態としてスプリンガーと話をして、まあ、本であればスプリンガーさん出版してくれるというので本という形になりました。で、ですので少し集めないといけないんですけども、一件では足りないわけですけど、研究専門委員会の節目で研究成果をまとめるような場合ですとか、これから村上先生が説明してくださる第1号は、複数の研究専門委員会が合同でまとめたものです。で、まあ、今はその研究者にフォーカスしてるんですが、まあ、実は企業や大学で研究開発プロジェクトを指導した方々も、プロジェクトの解説を残したいというようなお気持ちがあるんじゃないかと思います。で、そういうものも、まあ、ゆくゆく入っていくといいなというふうに思っています。また後でご質問を受けたいと思いますが、簡単ですけども、これで説明を終わらせていただきます。じゃあ先生、ありがとうございます。では、先ほどお話ありました村上先生から、モノグラフを発刊した際にですね、まあ、ご苦労された点ですとか、また、こういったところに関しては非常に、良かったというところの感想などを頂戴できたらと思っております。村上はい、先生、お願いしますでしょうか。はい、ありがとうございます。すいません、ちょっと画面少し共有してもよろしいでしょうはい、か。大丈夫です。一度共有を切らせていただきます。はい、画面の方見えてるでしょうか。はい、大丈夫です。はい、では私の方から簡単に出版の、体験談を、ご説明させていただきたいと思います。まず発刊の経緯ですけれども、まあ、先ほど石田先生からも少しご紹介ありましたように、県選が2つ合同で企画を立ち上げました。で、ただ元の、初めと言いましては、サービスコンピューティング研究専門委員会がちょうど設立から10周年を、の節目を迎えたということで、まあ、県選内でも何かこの10周年の記念に何かやりたいねという話があった時に、ちょうどこういったモノグラフの企画というのが、石田先生からも、お話を伺いまして、じゃあちょうどそれを、設立当初のメンバーを中心に、この10年間の研究っていうのを皆さんでまとめてみようということで、まあ、この、モノグラフへの、提案をさせていただいたわけですけれども、まあ、なかなかちょっと、量が量でして、結構のページ数を書かなければいけないということで、すべてを、サービスコンピューティング県選だけで、
著者を、招待著者っていうのは集めることができなかったということもあり、もともと、設立時から、共同で研究会を共催しておりました、人工知能と知識処理研究専門委員会とも、話をして、共同での提案ということになりました。で、後ほど発刊のスケジュールというのは、簡単にご説明いただけると思いますが、実際こんなスケジュール感でやってましたということは、実際の日時を入れてちょっとご紹介させていただきたいなと思います。まず最初に、学会の方へモノグラフの提案、こういった内容でしたいという提案書を提出いたします。まあ、そうすると、学会の中での委員会の開催の時期にもよると思いますが、我々の場合は、まあ、すぐにこう採編の通知が来まして、そこから、9月1日から、記事の公募開始と。で、大体ここでは3ヶ月ほど、まあ、招待著者以外に、執筆したいと、このテーマであれば執筆したいという著者がいないかという公募を募りました。で、まあ、3ヶ月待ったんですが、なかなか、そういった手が上がらなかったということもありまして、12月末の会費通知の段階では、招待著者の方々に、執筆を依頼するということになりました。その時点で、このモノグラフの全著者が確定しましたので、2月2日の時点でスプリンガー向けに英語のプロポーザルを提出しております。で、その間、スプリン、まあ、編集者としては、スプリンガーと学会と並行して、こう、対応することになりますけれども、まあ、スプリンガーとも何度か、やり取りをして、スプリンガーの内部でも、プロポーザル、ブックプロポーザルを認めていただいたという経緯になります。で、ちなみにどのようなものを変えたかと言いますと、まあ、学会の方には1ページもので、タイトルの、モノグラフのタイトル案と、趣旨説明。で、あと、まあ、何件ほど、記事を掲載するのかと、編集委員会と招待著者一覧というものになります。で、スプリンガーの方はもう少し分量を書かなければいけなくてですね、ブックプロポ、あの本の中身に関する趣旨の説明に加えて、各著者ごとにどのような内容を書くのかという、まあ、アブストラクトと、その章を構成する主要論文3件ほど、挙げていただきまして、それを、テーブルオブコンテンツという形で、提出しております。で、大体記事の執筆3ヶ月ほどいただいてたわけですけれども、まあ、ちょっと思ったよりも大変だぞということになって、最終的には全体的にスケジュール感としては2ヶ月遅れで、最終出稿が7月末予定をしていたんですけど、10月に、遅れたというのが経緯としてあります。で、最終的には今回やってみて、思った、まあ、各著者の方々にもいろいろご意見伺いました。まあ、そうすると、ちょうどタイミングとして私もそうでしたが、他の先生方も、例えば、5年程度のプロジェクトですね。これ FP7 っていうのは、ヨーロッパとの共同研究プロジェクトをやられてた先生とか、まあ、JS の先駆けとか、まあ、科研の若手のようなもので、5年ほどの研究機関をやられてた先生が、ちょうどそれを、プロジェクトなので、各こう指導してる学生が論文を書いたりしてるわけですけれども、それを一つのプロジェクトの観点で、まとめれたというのはすごく良かったというのは、各先生方、特にこういったファンドをもらえ、持たれていた先生方は言われております。あと、もう僕の体験としては、研究室の留学にこう相談来る学生には、この、モノグラフの章がすべて、オープンアクセスとして、誰でも見れる形で出てますので、まあ、このページを見て、研究に興味があればというふうに、留学生の説明募集に活用しております。あと、他の先生方には、出版社でこういう何か個人で出版したいとなると大変ですけれども、枠組みができているので、比較的容易にこう出版ができたというご意見もいただきました。一方大変だったのはやっぱり著作権の対応になります。すでに出版済みの論文をこうまとめていきますので、記述に重複があるとまずいということがありますので、その書き直しのコストがかなりかかったかなと。で、今回に関しては各著者が、まあ、ご自身で持たれているそういったこう編集ツールですね。既存のものとの重複をチェックするようなツールを使いながら、まあ、対応したわけですけれども、そういったツールの提供もあると、より助かったのかなというふうに感じております。はい。私の体験では以上になります。
中見先生、ありがとうございました。すいません。では、もう一度私の方から画面共有させていただきます。はい。では、ここからはですね、先ほど少しお話ありましたが、実際に、提案要項やですね、今後のスケジュールといいますか、発刊までの、流れというところに関して、事務局の方からご説明をいただけるということなので、お願いいたします。はい、事務局の水橋です。私の方から提案要領と、それから大まかな流れについてですね、説明させていただきます。まず、提案要領の前提なんですけども、先ほどのお話でもありました通り、スプリンガー社からの発行になります。で、なおかつオープンアクセスブックということで、で、ページ数は400ページまでという上限があります。で、著作権の帰属先はですね、あくまでも著者にある状態のままと、ということで、本会の方に譲渡していただくとか、あとスプリンガー社の方でですね、持つとかいうことはありません。それから提案元なんですけども、一応研究専門委員会という形になっておりまして、先ほどの村上先生の本の場合もそうだったんですけども、県選同士での共同という提案も可能となっております。で、そのモノグラフを発刊するにあたってですね、一応その編集委員会というのを構成していただくんですけれども、その編集委員長としては、分野を代表する研究者としてください。で、共同委員長も可となっております。で、編集委員会は提案元を中心とした構成としてください。で、ブックタイトルなんですけども、これは英文で、分野を絞ったタイトルとしてください。で、チャプターズ。これはオーサー、タイトルですね。各章がモノグラフとなります。全体を6から8章としてください。で、出版費用のところなんですけども、原則として著者負担。で、1冊約200万円。これは正確にはですね、ユーロなんですけども、1万3000ユーロ。それに税がかかるんですけども、だからこの約200万円というのは、若干為替等によって変動しますけども、一応大体、上がっても200万円で、納めるような形で、その差分に関しては学会の方で負担しようということとさせていただいております。従いまして、構成する章の数によって、1書者あたりの負担って変わってくるんですけども、仮に8章構成とした場合には、おおむね約、1章、各1人あたりですね、ご負担は25万円程度ということになります。次のスライドお願いします。はい。で、次に提案から発行までのプロセスなんですけれども、先ほど村上先生の、ご説明の中で詳しい、具体的なですね、記述の入ったご説明ありましたけれども、大まかな流れといたしましては、まず日本語による記事の提案ですね。これはモノグラフワーキング。で、メールアドレスはここにある通りですね、そちらにご提出いただくと。そうしますと、ワーキンググループの方で内容を確認して OK であれば、再録通知ですね、が送られます。で、次に、本来の発行者であるシュプリンガー向けのですね、プロポーザル、これ英語なんですけども、それを提出していただく。これも同じく、ワーキング宛てでですね、このモノグラフ、@iic.org 宛てにお送りいただければ、そこから経由してスプリンガーの方に送らせていただきます。で、スプリンガーの方で確認して、再録という返事が来ましたら、提案元のですね、編集委員長、編集委員会の方で取りまとめていただくんですけども、各章で原稿をご執筆いただいて、で、締め切りで擢稿したものをですね、またその編集委員会の中で、校閲していただいて、で、その意見に基づいてまた修正をすると。で、最終的な原稿ができましたら、それをまた、シュプリンガーの方にですね、これは直接、ウェブインターフェースか何かで確かアップロードしていただくような流れだったと思うんですけども、そういう流れになっておりまして、で、その最終原稿提出から、だいたい5から6ヶ月後にですね、発行されるというような流れになっております。以上です。ありがとうございました、みどりさん。ここまでのところで、そうですね、もしご質問等がございましたら、質疑応答を承ります。どなたでも構いませんので、はい、もしよろしければ、ご質問あれば、挙手ですとか、マイコンにしていただければと思っております。
じゃあ、すみません。私から1点だけ、村上先生に少しだけ、今後の課題の、あ、どうせ、まあ、ありがとうございます。あ、挙手いただきますね。ごめんなさい。ゆういち桜井様ですかね。すみません。お願いいたします。あ、すみません。VLD 転生の桜井と申します。よろしくお願いいたします。あ、声、聞こえてますか？大丈夫ですか？はい、聞こえております。大丈夫であ、すす。みません。まあ、おそらく、今日、ご説明いただいた内容を、また、各転生持ち帰って、こう、情報共有してみたいな形で進めると思うんですけど、例えば今日、ここで出していただいた、その、資料、例えば、このモノグラフとか、スケジュールが書かれたこういう資料で、後々、例えば共有可能なものでしょうかというのは、下にコンフィデンシャルって文字が入っていて、取り扱い大丈夫かなって思ったのが一つ、そういう資料共有が可能とございますけど、というのは質問一つございます。はい、ご質問ありがとうございます。本日の説明会資料につきましては、PDF で、例えば、共有内部といいますか、この、進学会内部では共有することを基本的に可能だという理解なんですけど、水橋さん、そういう理解で問題ないですよね。はい、問題ありません。はい。ありがとうなのございます。で、持ち帰っていただいて、はい、後ほど、今日、ご参加の皆様に、この PDF でお送りいたしますので、はい、そちらをさせていただければと思っております。もう一つが、多分、まあ、紹介するといろいろまた質問が上がってきたりするわけですけども、その際の、まあ、まとめて質問する窓口って先ほどのモノグラフアットマーク、iac.org のアドレスに、もう直接、そこが窓口みたいな形で質問をどんどん投げてもいいんでしょうか。はい、結構です。はい。ありがとうございます。あ、一旦、はい、質問としては以上でございます。ありがとうございます。ありがとうございました。他にどなたかご質問ございますでしょうか。じゃあ、私から1個だけ、先ほど村上先生から今後の課題ではないんですけど、2つほど多分ご指摘いただいていて、著作権問題と、もう1つ編集機能のお話があったかなと思うんですが、多分7名の方で、各章ごとにもちろん、書かれていると思いますが、多分、共同編集するみたいな時に、やはりその結構大変なのかなと思っていて、オーバーリーフみたいなものを例えば使うことできたりしないですかね。ごめんなさい。よくその論文とかでオーバーリーフで共同編集機能ついているので、手筆で多分やると結構その辺は、ごめんなさい、論文と本だとちょっともしかしたら形式が違うのかもしれなくて、私はちょっとごめんなさい、論文でしかオーバーリーフを使ったことがないんですけれども、もしかしたらその辺が例えばその一つ、進学会のアカウントを、いわゆる共有が紐づいているアカウントを一つ用意してもらって、で、そこで多分、次の著者の方とかにアッサインしてもらうような形で、中でみんなで作業してもらうみたいな風にすると、もしかしたら、連絡を個別に行わなきゃいけないので、煩雑なやり取りとか結構少なくなるような気もしているんですが、どうですかね。ちょっとごめんなさい。もしかしたら、系統違いかもしれないですが。あ、ご質問ありがとうございます。すみません。ちょっと私の書き方が良くなかったのかなと思うんですけれども、編集ツールとここで書きましたのは、要は評説チェックのようなツールですね。自己ああ、評なるほど、はい。説をはい。回避しなければいけないというのは、今はい。回、一番大きな問題としてありました。うん。で、スプリンガーの方からは、スプリンガーとしては、大体3割程度が同じものであっても、スプリンガーとしては構わないと。まあでも、元論文の方は、またどこかのジャーナルとか学科に提出してると、まあそこはそちらの規定がありますので、特に譲渡しているようなものに関しては、やっぱり書き直しっていうのは必要に
になってきます。まあ、一部はオープンアクセス等で、著者がこう著作権持った状態で出されているようなものがあれば、まあ、それはそのまま再利用、原稿を再利用するということも3割の範囲内であれば、スプリングは問題ないと言ってくれているのでいいんですけれども、そういったオープンアクセスになっていない、ものとして、ジャーナル等でこう、まあ、もしくは国際会議の論文として発表していると、それはちょっとそのまま、記事を使うという、原稿を使うというわけにはいかないので、書き直しのためには、どこが重複しているのかっていう確認を、はい、結構理解しまし大た。変でして、はい。そうですで、ね、それは結構そうですね、大変ですね。あ、はい。で、今理そ、解しました。はい。はい。ありがとうそうごいっざいます。たツールが、まあ、たまたま、各個人で、例えば大学で、こう、学生のレポートチェックとかで 使えたりしたものがあったりしたので、まあ、そういったものを活用をうまくできたんですけれども、そうじゃない場合もあると思うので、大変かなと。提供いただけると一番良かったのかなとは思います。ありがとうございます。他の皆様からご質問等はありますでしょうか。大丈夫そうでしょうか。はい、では、そうですね。まずは、では、本日の資料等につきましては、改めまして、後ほどお送りさせていただきますが、最後に、何か一言、特に問題ないでしょうか。あと一点事務局から補足というかはい、よろおしい願でいししょうます。か。今ご要請のありました資料ですね。PDF で皆さんにお送りするのと同時に、この説明会自体もですね、アーカイブとして残させていただいて、まあ、今日参加かなわなかった県政の方も後で確認できるようなところに置いてですね、その案内もまた追って皆さんに送らせていただこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。あ、石田先生、すいません。よろしくお願いいたします。すいません。最後一言なんですけど、これ結構枠組み、作ろうと思うと大変なんですよね。で、幸い、スプリンガーの、日本に、知人がいまして、話がうまく、進みました。で、見ていただくと、村上さんの、出されたのを見ていただくと分かるんですけども、進学会のモノグラフであるということが分かるような形で、出版をされてまして、まあ、スプリンガーの、ライブラリの中にも入っているということで、まあ、書かれた方のメリットは、まあ、ポックとは言いながら相当大きくなるように、まあ、設計をしたデザインをしたつもりです。まあ、そういう意味では学会としてはポックなんですけども、著者の方にとっては残るものだというふうに思います。実験ではなくて、しっかり自分の著作として残るものだと思いますので、まあ、ぜひ前向きに考えていただけたらありがたいなと思います。以上です。よろしくお願いします。ありがとうございました。では、少しお時間早いですけれども、本日の説明会は以上させていただければと思っております。また、後ほどこの動画と、資料とはお送りさせていただければと思っております。本日はどうもありがとうございました。